あの2人もそれこそ本作以外もたくさんいろんな作品手掛けてらっしゃいますけれども、なんかこういわゆるこう TCP レーベルっていうんですかね、 TCP 作品と他の作品との違いみたいなのがあるんでしょうか。TCP とか、いやまあ あると思ってて、まあ、まずオリジナルと原作ものの違いってめちゃくちゃあるのと、まあでもいろん、まあ僕今だからそのツイッターとか見てると割とその今年ぐらいから あの TCP の作品だっていうふうに言ってくれる人が増えてきてるから、まあこれとこれで何個目かちょっと分かってないですけど、だんだんこう伝わってる人が伝わってて、で多分まずオリジナルであるっていうこととすごい俳優たちが出てると、なんかその2つがまずあって、まあそういうことにアンテナ張ってる人にとっては TCP のなんかまあ、それも TCP やってる意義もあるかもしれないですけど、まあ、これもっとオリジナルが広がっていくといいなと思ってるので、はい、まあ、ちゃんと勝負してる人が多いかもしれないですね、はい、この映画があの流れの中の作品ではなくて、毎年撮ってますって人の作品ではなくて、これにかけてますっていう人が多いから、その気持ちとかは伝わってるんじゃないですかね、と僕は思いますけど、あの映画好きとかお客さんの中でもこの TCP レーベルみたいなものが広がっていくし、作り手としてもやっぱりこの一本にかけてるって思いがあるから、まあ選ばれていくというか、そうそう、もっとその流れ強くなっていくとこれやってる意義もあるんじゃないかなってなんかすごい思います。そうですね、やっぱそのインディペンデントでオリジナル作品を作るっていうことは、やっぱその監督主導になってこうやっていくっていうことはあると思うんですけど、なかなかそれをこうオリジナル作品をエンターテインメントでっていうところってなかなか成立しづらいのが現状だと思うんですよね。そこにその蔦谷さんがそのエンターテインメント作品としてオリジナルを送り出してくれるっていう体制を作ってくださってるので、それがやっぱり今なかなか日本でないから、その蔦谷クリエイターズプログラムっていうのが一つのなんかこうブランドになってるなっていうふうに今金井さんもおっしゃったように思ってますね。だからやっぱ僕も作るときはすごく、まあ、自分自身がエンターテインメント作品作るっていうのを意識しましたし、やっぱりそのプロダクションであったりそのカルチャーさん、ツタヤのカルチャーエンターテインメントさんのプロデューサーの方とやるときにはやっぱりそのお客さんにどう見られるかっていうそのエンタメ性っていうのはすごくポジティブな意味で意識をして作っていったなっていうふうに思ってますね。うん、でなんかさっき午前中にご覧になったって伺ってましたけれども、はいはい、お二人ともその所属の事務所が一緒じゃないですか。もともと知ってたんですか、お二人がこの TCP の作品を撮るってことは。あとそういえば今僕なんか割とかなり偉そうな話をし、話し方してるかもしれないけど、なんか、説明すると いきなり会った監督に何この人みたいなことになってます。でも5年前、4、5年前に僕がドラマやってた時にちょっと手伝ってもらったことがありまして、制作部で入ってで過去があるっていうのをまず付けさせていただき、で今 4、5 年経った今同じ今 SDP っていう事務所に監督として所属してて、で公開時期も今年重なったっていう流れなので、ちょっと先輩風吹かして後輩風吹かして、そうそう、後輩風、あ、一緒事務所なんでね、ちょっとその事務所感出していこうで関係性です、じゃ あのもうご存知だったんですか、その堀江さんが TCP 受賞されて。あ、でも僕それがそのあんまりその後見てなかったんだけど、そうかそうか、だからこのマイナリーの撮影なんか書いて、なんかあとそうプロデューサー陣から何か聞いたの、まあ、よく覚えてないんですけど、あれってこれ堀江くん SDP 入ったらもう、だから去年知って、その流れはまあ別にちょっと知らないんですけど、だまずびっくりというか、あ、でもそういう聞く、ね、TCP そういうことだから監督目指してるというか、監督ででっかいもうやりたいと思う人には絶対向いてる場所だから、別に不思議とは思わなかったけど選ばれてて、僕めちゃくちゃ時間かかってたから、あと5、6年かかるぞと思ったら同じ年にやれる早いじゃんって思ってなんだよみたいな、絶対苦労するぞと思ってたら、さっき言ったと楽しかったですと言われてなんだよまあでも、いやでもよくなんか今日見れて、だからその元々そのエンタメしたりとか、たくさんの人に見通しとか、そういうところがかなり一緒だったので、で映画見てその僕は面
白かったし、うん、根直さんね、根直さんもなんか、うん、あの同じかそうです、うん、両方出てるし、うん、なんか今日見てて割とこう目指してたものとかやりたいことが一緒だったなっていう、多分他の作品違うと思うんです。僕ら、また同じ事務所だからっていうわけじゃないけど、うん、他の映画見る限りは多分違うトーンで撮ってるし、うんうんうん、でも僕らこの2つはなんかねこう同じような匂いを感じたって気がしました。やろうとしてる、うんうん、内容全然違うけど。森田さん、いかがですか。もうご存知だった。そうですね、うん、僕は応募した時から金井さんがすでに受賞されてるっていうのを知ってたので、うん、指を加えていいなってこう思ってたんですけど、そうですね、ちょうど撮影のタイミングぐらいで、うん、あの前ダディのに奈緒さんも出られるっていうのを聞いて、うん、あ、金井さんの作品が撮影入るのかっていうのを知って、なんかすごい刺激をいただいてました。でまだあのやっぱスクリーンで見たいので、うん、まあ、こういったお伊勢社もスクリーンで見れてないので、うん、劇場でこれから見るんですけど、うん、予告の時点ですごい面白そうだなって思ってるので、うん、うちの近くの映画館でもやるので、いや、豊洲で見てください。イオンで見ようと思って、イオンで、イオンで、もう ぜひイオンで、そうですね、はい、配給イオンシネマです、まあ、どこでもいいんです、まあ、あの他の方はどこでもいいんですが、見てるところで見てほしいです。ありがとうございます。でそれこそその受賞から、まあ、あの何年も経ち、作品を作り上げてそれが公開されるというタイミングなんですけども、まあ、もう一回こう今現在の TCP にこう挑戦されるとしたら、こういうふうにしたいみたいなことお二人ありますか。それこそね、部門が分かれたっていうのがありますけれども、意外と僕は ないですね。やりきった感が燃え尽きたので、うん、プレゼン終わった瞬間、うん、そうですね、もう一回ゼロから新しい企画を持って、あの選んでいただけるなら持っていきます。一回も OK なんでしたっけ。 OK です。あ、 OK なんですね。じゃあ未だかつてないですね。僕はだからさっき言った、うん、脚本で選ばれた賞があって、うん、映像化されてないんだったら、うん、空いてますよって。空いてます。でもオリジナルってやっぱり、ね、大変ではあって、まあ、もともと映画って大変なんですけど、やっぱオリジナルってかなり大変で、まあ、僕でもまあ 7,5 年かかってるし、まあ、堀江くんも3年かかってるわけです、はい、なので、もちろんこれ毎回ゼロからっていうのがなかなかエネルギー使うし、多分それぐらいかけてきた作品だと思うので、今だからもう一個またゼロからやりましょうかっていう時に、しかも公開中、公開 今の段階でこれにエネルギーを注いで、なかなか切り替えられないぐらいこれにどっぷり力を注ぎ込んだんで、まあ、まずこれを見てもらって、そこからですかね、公開されていろんな反応があった上で、やっぱ TCP やってよかったと思うんだけど、じゃあ次どうするかっていう、でもその選択肢の一つではあるともちろん思うんですが、我々は今だから燃え尽きてるっていう。とりあえず大変で燃え尽き。じゃあ逆にこう、これからあの TCP にまあお二人の作品を見たり、こう楽しみにしている方で、あ、じゃあ自分も応募しようってなる方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、なんかこう、受賞したこう先輩としてアドバイスというか、ここ気をつけておこうみたいなのってありますか、お二人は。ここだから紙質です。あ、でも今データって確かね、データになったんですよ。あ、確かね、紙質でこだわれない。だからもう紙質でこだわれないから、大きさですかね、そのデータの、あのファイルサイズ、形ですか。形で、あとフォーマットも決まってた気がする。まあだから、まあそれこそそれでもう今、逆に言うと僕の今の文字プランはなんかもうあんまりやんない方がいいかもしれないですね、うん、絵とか、うん、一枚絵とか、うん、あとね、多分、まあ、これは使われ、まあ、話使われるか分かんないですけど、割とちょっと実績みたいなのも最終的に関わってくるので、うん、今まで一本も取ってない人が、じゃあ5000万預けて 取らせるかっていうと、ちょっと厳しいところもあるし、それは多分作り手側も分かってると思うので、もしその本気で取りに行くんだったら、短編でもいいし、なんか一個でも実績作って臨むと、よりこの取れる確率が上がってくるし、あと部門今分かれてるんだったら、脚本で、それはもう、
もうそれこそそれは自由でいいと思うんです。だから自分撮んないはずだから、脚本、うんうん、もしくはその撮ってほしい監督をイメージしたりとか、うん、まあその脚本の面でも型はでも重要で、読みやすさとか、うんうん、なんかもう基本は絶対あの意識して書いた方がいいですよね、そのトガキと、うんうん、別にそのネット調べたらすぐ出てくるんで、まあ、それもでもフォーマットあったから、まあ、それもありつつ、まあ、来年やるんですよね、はい、どう分かるか分かんないんで、うん、また一本化に戻るかもしれないし、うん、まあ、なんか来年のことはちょっと分かんないんですけど、まあ、何事もやっぱ読んでもらう、見てもらうっていう客観性があった方が通りやすいっていうのは、やっぱ最初さっきから言ってた話と一緒かなって気がします。うん、本さんいかがですか。そうですね、僕の経験から言うと、やっぱ自分が面白がれる映画なのか、自分がその企画を本当にやりたいと思ってるのかっていうのがまずあって、その上でお客さんにそれは楽しんでもらえる企画なのかっていう客観性の、その両方の考え方が必要だなっていうふうに思ってて、それをこう突き詰めていくことが、なんか最終的に自分が作る映画のなんか形をこう思い描くことにつながっていくなっていうふうに思ってて、なんかそれが強いビジョンを持つっていうことだと思うので、その自分のワクワクするのかっていうのと、人から見られて本当に面白いのかっていうところのなんか視点は、企画を作る上で大事かなっていうふうに思ってます。冒頭にお話しあったのがちょっとエンタメ性というかっていうところですよね、はい、そうですね。ありがとうございます。もう本当にお二人に楽しいお話いろいろ伺ったんですけれども、時間がそろそろということなので、今回はこちらで締めということで、いやでもなんか個人的にはお二人のあの話に納得することばかりで、かつ思ったのは、やっぱりこう TCP 作品をずっと見てきた人間からすると、やっぱりこうある種の攻めというかはあると思ったんですよね。そう、例えばあの漫画が出てくるとか、車の撮影を頑張るとか、でもちろんこれだったらその時系列をちょっとこういじって遊んでみるとか、なんかそういった意味で、あ、エンタメという枠の中でも何かこう作家性というかね、面白い挑戦があるっていうところが、やっぱり映画好きとしてはワクワクするところかなと思いました。これはもうぜひ皆さんにご覧になっていただければと思いますけれども、はい、ということで、以上TSUTAYA クリエイターズプログラムプレゼンツスペシャル対談でした。先生私の隣に座っていただけませんかは9月10日より劇場公開、前田 D は9月23日より公開となります。ぜひお近くの劇場でご覧いただければと思います。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。